私の名前は真野翔子。病院で働く事務員だ。職場が職場なので毎日てんやわんやだけど、なんとか乗り切っている。同僚に恵まれたのもよかった。そんな私にはタイトという彼氏がいる。もう4年も付き合っていた。もう28か。結婚したいな。やっぱり30までにはという気持ちがあった。彼といると楽しかったし、もう同棲もしているし、結婚のイメージもついたと思う。早速そんな話を彼にしてみたのだが、ねえそろそろ結婚しない？え？私からすればかなり勇気を振り絞ったと思う。ちょっと彼の方から言ってくれればなみたいな気持ちもあったし、でも結婚するなら家庭はどうでもいい、きっとうんと言ってくれると思っていた。なんだよ、いきなりどうしちゃったわけ？もう同棲して1年くらい経つから、そろそろかなって。すぐに分かった、結婚しようと笑顔で言ってくれると思ったのだが、彼から帰ってきたのは苦笑い。もうちょっと先でもいいんじゃない？でもあなたも30過ぎてるし。年齢なんか関係ないって。もっとお互いを知っていこう。それから考えよう。結婚するって大変なことだからさ。そう、まあその通りだし、その場はすぐに引き下がった。きっと結婚に踏み込めないのは私にも原因はあるんだろうとも思ったから。それから半年ほど経ってからまた結婚について話し合ってみると。ねえ、あれから考えてくれたかな？え？結婚のこと？ムードがさ、大事じゃんこういうのは。え、ムード？そうだよ、いつかは結婚するんだからさ、そういう風に持っていけるようなムードが必要じゃん。そうかな。あまりにもしつこすぎただろうか。でももう1年以上同棲している。それでも私に対して不安があったりするのだろうか。私も言い過ぎたかと感じ、それから何も言わなかった。でも彼の方から、いつか必ず、子供がいたらさ楽しいだろうね、新婚旅行はハワイかな、なんて匂わせばかりしてくる。いつかその時を待ち続けて2年が過ぎた。確かに私は結婚するつもりで同棲に踏み切ったけど、結婚を匂わせるだけで先延ばしにされているとなんとなく感じ始めた。周りから選択を強制される雰囲気で結婚を決めたくないんだよね、と言われたのもとどめとなった。これで最後にしよう。そう覚悟して私は再度結婚について振ってみた。あのさ、タイト、本当に結婚する気ある？え？あるよ。でもこういうのはムードだから、まだそんな感じじゃないでしょ。ムード？それっていつ？え？いつになったらあなたはそんなムードになるの？それとも私が作らなきゃいけなかった？なんだよいきなり。なんかもういいや。ここで結婚するって言ってくれるなら考えも変わったかもしれないけど、もう別れよ。同棲もやめましょう。は？途端顔色が変わるタイト。いつも通り苦笑いか適当にごまかすと予想していたので少し驚いた。別れるって本気かや？うん、だってあなたもうしつこいの嫌でしょ。俺は嫌だ。本当に別れるなら慰謝料を請求してやる。これは婚約破棄だ。は？同棲止まりにしていたのはそっち。私が結婚するのかしないのか聞いた時もムードがどうこう言って逃げたのもそっち。ムードがあって言う割に全くアクションがないから、こうやって別れを切り出したのに、その答えがお金のことってどんな神経をしてるのか。約束も結納もしてないのに、あんたがまだ結婚したくないって言ったのに。別れを切り出したのはお前だから、きっちり弁護士通すからな。どうだとばかりに鼻息を鳴らしている。これを言えば私が泣きながら別れないと言うとでも思ったのだろうか。まあできるわけないから荷物まとめるわ。え？本当にするぞ。いいんだな？どうぞご自由に。受けてくれる弁護士がいるかは知らないけどね。待てよ。無視して私は荷造りを始めた。婚約破棄するなら慰謝料を払うべきなんだって。いつ誰と誰が婚約したんだか。結婚の約束なんかしてない、匂わされていただけ。さすがに結婚もしないで2年も同棲なんかしていられない。周り、特に親からもまだ結婚しないのか聞かれるし、なんだかだらしない人みたいな評価されて肩身が狭かった。だから早く結婚したいって思いを伝えて決断を求めたのに、この人がその気になるまで待ってたらおばあちゃんになっちゃうかもと不安になって、そうなると彼のために何かしてあげるのが苦痛になってしまったのだ。これ以上一緒にいても苦しいだけだと離れたんだけど、でももしかしたらって期待もどこかにあった。もし彼が優柔不断さを捨てて結婚を真剣に考えてくれるんならと思ったけど、実際にかけられた言葉は慰謝料請求。これで決定的に気持ちが冷めてしまった。
まとめた段ボールはとりあえず実家に送り、鍵も彼に渡して出て行った。あ、本当に慰謝料請求するからな。最後までそう叫び続けていた。情けないと思いつつも実家に帰ると両親も呆れていた。こんなことになると思っていたわよ。まあもっと早く別れることができたんじゃないかって思ってしまうだろうが、しばらくは何も考えず過ごしなさい。うん、親もなんとなく別れるような気がしていたのかもしれない。それほど彼には信用がなかったのだ。結納とかしてないのに彼が慰謝料を請求するとか言ってさ。何かネットの記事でも読んだのかしら。あなた友達に弁護士さんいなかった？相談だけでもしておいたら？その方がいいかもしれないな。本当に訴えてくるとは思わなかったけど、一応名刺だけもらって後から連絡することにした。だが同棲を解消して1週間ほど経った頃、うちの実家の電話に彼の母親から連絡が。運悪く母が取ってしまった。息子から話を聞きましたよ。結婚するつもりだったのに出て行ったんですってね。自己紹介もなしにそう怒鳴ってきて、母は、ああタイト君の母だなとすぐに察したらしい。タイト君のお母様ですか？私も娘からざっと聞いただけですが、タイト君の方が結婚したがってなかったから別れたと聞いています。そりゃタイトにだって準備や心構えがあるでしょ。あんたの娘がしつこいから、もう10年は待っててもらわないと。とにかく別れるなら慰謝料ですからね。一度きちんと話し合いをした方がいいみたいですね。とにかく一方的に喋り続けていたらしい。電話を受けた母は疲れ切っていた。来週の日曜日来るって。こちらも弁護士さん呼んでおきましょうか。うん、これでタイトと縁が切れるならと私は大急ぎで弁護士さんに相談しに行った。父の友人だったことで話はスムーズに進み、なんとか予定を空けてもらい日曜日に来てもらうことに。本当に申し訳なかった。そして日曜日、彼は両親だけを引き連れてやってきた。てっきり慰謝料請求とか言ってたものだから、あちらも弁護士を用意してくると思ったのに、むしろ私たちが弁護士を呼んだことに驚いていた。え、なんで？弁護士です、名刺を。なんで呼んだの？という表情をしている彼とその両親。まさか素人の作った書類かなんかで慰謝料を取るつもりだったのかと呆れたが、まさにその通りだった。とにかく息子は婚約破棄で傷ついたので、こちらの額を一括でいただきますから。失礼しますね。渡された一枚の紙、そこには慰謝料3000万を渡すこと、慰謝料を渡した後詫びる気持ちがあるなら結婚してやってもいい、別れるとしてもこちらがいいと言うまで結婚しない、もしタイトが40歳まで結婚してなかったら応じること、などなど、とんでもないことが書き並べてあった。あまりのひどさに弁護士さんも笑いをこらえていた。いや、これはちょっと厳しいものがありますね。そもそも結納も口約束すらありませんから、翔子さんが慰謝料を払う必要はないし、ここにあるものに従うことはありませんよ。息子は傷ついたのよ、払うべきよ。はあと大きなため息が出てしまった。この人は息子がどんな対応をしてきたか知っているのだろうか。同棲解消したら彼の方が被害者ぶってきて意味がわからない。プレ婚約みたいな状態でキープされて愛想を尽かさない女はいない。そして正式な婚約をしていないのに慰謝料をうんぬん言い出す悲劇の主人公っぷりにドン引きしてきた。もちろん一文たりとも支払うつもりはない。傷ついたのはむしろ私の方ですよ。は？2年同棲して結婚をしないという時もありました。でもその度に彼は流されるのは嫌だ、ムードがないと断ってきたんですよ。だからまだそういう気持ちじゃなかったってだけでしょ。結婚する気はあったのよ。彼が準備できるまで待てと？そうよ。なんでこの人に全部合わせなきゃいけないんだろう。というか母親に全部任せている姿にも引いた。横でただニヤニヤしているだけの彼の方を見て言う。私と結婚するのが嫌なら他の人を探せばいいじゃない。ムードを大切にしてくれる人をさ。私にこだわる必要なんてないでしょ。今は慰謝料の話を聞いてるんだ。俺だってもうお前なんかどうでもいい。でもちゃんと責任は果たせよ。あなたは何一つ責任を取ったことがないのに。3000万なんて普通の婚約破棄で発生する慰謝料でもありえない。それにこの変な約束も。いいから反抗して金を振り込めよ。いやそれは無理ですね、こんなのは。他人は黙ってなさいよ。他人を入れて話し合わないとダメでしょ。むしろこんなふざけたもの渡してくるんですから。とにかく彼らはこっちに従えの大合唱。しかし弁護士は冷静だった。とにかくこんなものに強制力はありません。どうしても貫きたいのならそちらも弁護士を連れてきては。まあ引き受ける人がいるとは思えませんが。
じゃあ同棲を続けなさい。そうしたら許してあげる。なんで許してあげるなんだか、状況をあまりにも理解していない。弁護士は必死に婚約破棄とは言えない。むしろ原因はそちらだということをかなり丁寧に説明してくれたが、彼らは全く聞く耳を持たず、とにかく金金と連呼し続けた。呆れ果て、私は疲れながらも彼に聞いた。あなたは結局お金が欲しいのね。結婚とかじゃなくて。お前につけられた傷の大きさなんだ、この金額は。だったら私も1億くらい請求していい？は？あなたに結婚を断られて傷ついた。何度もごまかされて傷ついた。適当に流されて傷ついた。その気にさせられるだけで傷ついた。いくつも理由はあるけど、今この場で弁護士さんに書類を作ってもらったら、ハンコ押してくれる？あ、いや、そんなのは、だってただの会話だし。そうかもしれないわね。でもあなたは私にもっとひどいことしてるって分かってるの？請求できるわけないのに、知識がない上に1億という金額にビビったのか、彼とその親は急に黙り込んだ。なんせ本物の弁護士もいたしね。できますか？書類を作るなら作れますよ、ご依頼通りにね。そりゃ弁護士は依頼人の希望になるべく添えるようにするのが仕事だ。慰謝料などは請求の時は金額は大きく決めておき、それから相手とすり合わせて相場に近づけていくもの。多分彼にはそれも知らなかった。自分たちが3000万請求したのだから、私も1億請求してくると考えたら恐ろしくなってきたのだろう。息子の方が傷ついたんだから、あんたなんて。そんなの本人にしかわからないですよ。私だって結婚する気はあったのに、全てぶち壊したのは彼です。まあもう謝られたところで結婚する気なんてありませんから。俺たち本当に無理？慰謝料も？いつまで言ってるつもり？復縁したいの？金が欲しいの？どちらにしろ私はあなたとは二度と関わりを持ちたくないの。こちらを読んでいただけると。事前に作ってきてもらった書類を彼に渡す。なんてことはない、もう私には近づかないこと、と書かれた紙だ。ただの警告に近いかもしれないけど、今はこれで十分。え、これじゃもう本当に？はい、近づいてきたら警察をすぐ呼ぶから。そんな。警察とまで言われて、やっと彼の両親も静かになった。そこまでのことをしでかしている自覚はなかったみたい。3000万慰謝料で頭がいっぱいだったんだろう。こんなお粗末な書類なのに、少しでも本気で結婚のことを考えていたら、いやもうこの人と結婚なんて考えるのはよそ。渋々ではあったものの、彼はこちらの書類にはきちんとハンコを押してくれた。まさか自分たちの方がハンコを押すことになるとは、なんてかなりショックを受けていたけどね。やっぱり元に戻るとかはない？金金言っといて。ないわね、さよなら。彼の母親は悔しそうな顔をしていた。まさか本当に慰謝料をもらえるとでも？こんなのが身内になるかもしれなかったと思うと寒気がしてきた。その後彼とは二度と会うことはなかった。警察を呼ぶというのがよっぽど怖かったのかもしれない。それから人づてに聞いたが、彼は私と別れたことがあまりにもショックだと周りの友達に泣きわめいていたらしい。別れたくなかったよ。だったらなんで結婚しなかったの、と返されるともごもご。結局度胸がなかっただけなのかもしれない。それで慰謝料だなんて言ってきたとは、何もかも意味不明だったな、と笑うしかなかった。彼の両親も息子が1億円請求されるかもしれないとビクビクしてるんだとか、ちゃんと調べればするわけないってわかるのに。私の方はどっと疲れ、しばらく仕事に行く以外は実家でゆっくり過ごしていた。2年返してほしいな。ふとそんなことを考える時もある。でもいくら言ったところで帰ってこない。切り替えて好きなことでもしてから婚活パーティーなどに前向きに参加しようかな、なんてね。ご視聴ありがとうございました。また見てね。